どうもです。おそ松さんホラーゲームミラーやっていこうと思います。とね、アニメの方のおそ松さんをねちょくちょく見てるんだけど、正直ね、このおそ松さん、俺の住んでる地域でおそ松さん深夜にやってんだけど、今そのねおそ松さんをやる前の時間に今俺が一番ハマってる鋼鉄城のカバネリってやつを見てんだけど、そっちの方がねすげえメインでね、後からやるこのおそ松さん全然見てね最近ねもうほんとおそ松さん全然見なくなっちまった。で前回ここで確か積んだ記憶があるんだよね。なんかねちょっと攻略見たの見たんだよ確かね。こうなんかねこうキャラクター、これ今これさから一松じゃん、一松でこれなんか見てる方向を歩いていけば、なんか話しながら言ってるけどすげえ順調にいってる、普通に行けたし。よっしゃ、鏡開けん、ミラーが出現、さあかかってこいよ。これで多分最後なんだよね。いやね、早くこれを取り終わってね、録画した鋼鉄城のカバネリを早く見たいんだよね。早くやっちまおうぜ、こんなもん。よし倒した。まあ、でもこのゲームも普通にすげえハマってるから、待って、これ体力大丈夫なのかな、別の方にセーブして。まあ、とりあえずこれ戻る時もか、待て、俺天才だから、俺天才の中の天才だから。はいはいはい、オッケーいいね、めっちゃ順調。一回戻って体力回復、あ、ちゃあ、あいつに話しかけに行けばいいのかな、あ、違うかな、一回家に戻るのかな。まず一回戻って、確かこっち右行けばいるよね、合ってるよね、いる、あ、いたまだある、鏡割って、うん、いや、ある、ここ5枚でしょ、回復して、キュー、一回セーブして、これだと外出れるんじゃない多分。よし、一回じゃあ外行こう。え、まだ残ってんの鏡、あるほかにえ、なくね。よし、なんかねこれ前回多分壊したと思うんだけどさ、なんか壊れてなかったわ、多分セーブしてなかったのかな。よし、じゃあまずこれで全部壊したでしょ、完全に、うん、で5枚でしょ多分、これ全部壊したでしょ。じゃあもう一回いきます、リベンジ、出ろ、出れるか、お、来た、ここ出て家に最後の1枚って言ってたっけ、家ってどこの家、あーちゃんと、あー、ちゃんと聞いてくれればよかった、あーちゃんかと思ったわ。松の家に帰ってみるか、帰ろう。お、懐かしい、これパート1ぶりだな、なんかご利益ありそうな岩発見、ちょっと血みたいのこびりついてきてる、高く売れそう、いや血ひっついてるじゃね、多分高くは売れねえと思うけどな、これちゃんと調べてみたいな、なんかなさそうだな、出よう、ん、ここどこだ、家帰れっかな、お、懐かしいすげえ懐かしい、ん、ここどこ、こんなところ近所にあったっけ、いや、もう完全に別の世界だよ。六つ子のお地蔵さん、これは俺だな、カリスマオーラを感じる。六つ子のお地蔵さん、これはカラマツだな、眉の角度が鋭いだろう、なんてな。お、で、これがチョロマツ、次やったら絶対ぶん殴ってやる。六つ子のお地蔵さん、正直あいつを野放ししてあんのが一番心配。うん、で、十四松、そういえばあいつだけゲーム登録できてない。やっぱりか、トドマツ、地蔵からも感じるあざとさ、さすがトッピまあ絶対十四松が黒幕ってことでしょ、この世界では。お、なんか市街地っぽいとこ行けそう、あ、そうだ、トドマツならスマホ持ってたよな、来た来た、ここで、あれなんだよな、マインで繋がんだよな。トドマツ、今どこにいる、なんか俺たち変な世界にいるみたい、すぐそっちに行くからじっとしろよ。いいね、それとこの世界には化け物みたいなのがいるみたいだから、変なものとか知らない奴にはついていかないよ、カリスマレジェンドお兄様に。これが来たんだよね、くー、俺ってぶっちゃいいワニじゃね、てか電話通じるのに前は遅れるのな、じゃあとっとと鏡やってこいっと。いいね、なんか一番、なんかもう最初十四松一番安心感あったけど、今おそ松が一番なんか安心感あるわ。うん、見たことねえ街並みだけど帰れる気がしてきた、てかいける軽い、おいおい、ちょっと待て、おい、チョロ松じゃないの、おい助け、あ、バカ、あぶ、ごめん、今普通に俺死んだかと思った、なんで、
バーカ、助けるに決まってんだろ。たとえそれが本物な弟じゃないと分かっていても。え、分かるよ、俺兄ちゃんだもん。お前も帰る場所があんなら帰りな。え、あーら、言っちゃった。それにしてももっと喋り方とか表情とか性格しっかり把握されると俺でも間違えそうか。すげえ、やっぱ兄だな。新情報出しかと聞け。あ、これがあれか。うん、これ送ったやつよね。それにしてもトドマツのやつ返信くらいしろよな。既読にはなってるし見ていると思うけど。よし行くか。この先を行けば愛しの我が家へ帰れる気がする。長男の勘あ、もう戻る、あ、戻れるか。ちょ、これ自販機とか調べれないの。こっちはいけないのかな。あ、いけないか。なんかこういうのね、ちゃんと調べたい人めっちゃ。今のさ、絶対助けれたんだよね。助けれないやつもあったのかな。てかおそ松兄さんめっちゃいい人だな。さすが長男。こっちはいけない。あ、コンビニとか無理かい。異世界の割に結構ちゃんとしたんだな。ちゃんとしてんだな。お、来た。繋がれねえよな。この鏡割れんじゃね。めっちゃ、あ、ちょ待って、これさ、俺パート1の時さ、こっち行ってないんだよね、こっち側。あ、うん、なるほどね。で、あとは鏡か。やっぱ鏡割ればいいパティンか。調べれないしね。これか、やっぱこれだよな。どう見てもうさんくさい、怪しい。絶対これだって。強そうだな、なんか。あ、俺セーブしなくね。さあ、かかってこいよ。これ強いのかな、もしかして。あ、普通通りだな。もう 4食らわせてくるってことはもう普通のやつだな。これで次死ぬっしょ。はい、来たー。まさか勝利。でも回復できるんだよな。よし、じゃあ全部あった。で、どうすればいいの。え、ちょ、むっちゃ揺れるんですけど。お、あ、お前なんかすげえ揺れてるけど、これ大丈夫なやつ何今の、うーって。大丈夫、これで病院つながった。次行こう。は、あ、病院ね。病院ってなんだよ。病院なんかしっくりこねえけど、俺お前のこと信じてからな。うん、どういうことだ。お、来た、病院だ。あ、いたー。移動するにしてももうちょっと優しくとかないの。お兄ちゃんぜ結構ズタボロなんだからね。うん、ごめんなさい。まあいいけど、こんなもんで倒れるほどやばじゃねえし。それでここで何をすればいいの。ここミラーたくさんいる、そこら中歩いている、それ全部やっつける。え、お前味方じゃ、あれ敵なのやっぱ。マジ面倒。何体ぐらいいるわけよ。3回3、2回2、1回0、近い1、合計6体か。うーん、6体ね。上から片付けていってやるよ。っていうか俺誰にもまだ会えねえんだけど、本当にみんないんの。え、ここ倒せたら学校つながる。そしたらみんなつながる。寺に学校に、あ、寺に病院に学校ね。いかにもって場所ばっかりじゃねえか。怖がりちゃんたちビビって漏らしねえと言える。気配ある。123から23。え ?123 から23。何言ってんだ、まだ会えない。お前まさか、うん、まだ隠しはねえけどよ。あいつらバカだからホイホイ偽物についていきそう。バカだから。あ、で、これも送ったやつか。あ、1から23。あ、そういうことか。あのね、あれね。うん、あ、はいはい。絶対に、あ、これも読んだな。これちゃんと届いてねえのかな。電話もできねえし、向こうからも返事ねえし、おそらく学校だよな。ここが終われば通じるのかも。あ、これ回復してくれる。制約あまり詳しく書けない、ごめんなさい。え、回復する。あ、はい、あと6。あ、まあとりあえずなんかちょっと俺あたふたしてるけど、なんかすげえ喋りがうまくできないんだけど、まあとりあえず普通に敵倒しに行けばいいんでしょ。ここ何回だっけ。ここ2回じゃない確か。あれ、ここ3回か。こっち側に敵いたよね。あ、いた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 。あ、おお、はい、死ね。あれ、またこれ。あ、もう強いやつかこれ。大丈夫かな。はよーん。でもう一回来て、はい。これさ、敵が合計8攻撃してくるから、もう一回そのまま戦っても勝てるってことだよね、これ。あれ、いないんですけど。あ、いた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 。さあ、かかってこい。いけ。あれ、39。あ、これ大丈夫かな。必殺はさ、ねえよな。さすがにねえよな。いけ、死んだよ。変な攻撃くんだよ。よし、いけ、倒したろこれで。よーっしゃー、
回戻ろう。3階に3体だっけ。で2階に2体で、1階に0で地下に1体ってことでしょ。わあいたな今、あれがラストね。この回でまず回復させて。死んじゃう死んじゃう。あと4、 OK。 まあさっきいたでしょ、まあ、近くにいたよね。ここの下だ、いた。よし、あと今回死ぬなよ、おそ松。なんか敵、なんかね、結構かわすようになってきてるかもしんない。うん、そうでもないかもね。よし、普通に倒したぞ。だからさ、これ階段降りたらさ、この子ついてきてくれんのかな。回復してもらわなきゃちょっと困るんだけど、回復するたびに俺ここ戻ってこなきゃいけないんだ。これエレベーター使えんのかな。エレベーター、エレベーター、あ、つか、あーマジか、普通に降りるか。お、お、あ、あ、よかった、めっちゃいいやつ、こいつ先回りしてくれてる。めっちゃいいやつ。セーブさせて、セーブして、確かこっち側に一体、あ、こっちやねえか。あれ敵どこに、これなんか場所変わったりしてる、もしかして。うん、これ外にはいないよね。やっぱあれだよね、多分カラマスとかの時と多分あの敵の位置同じなんだよな。あれこん中とかにいなかった。あ、いない、多分この広場にしかいないのかな。ここにいたでしょ。あ、いる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 。よ、雑魚かかってこんか。ウェイ、はい、ウェイ、あ、はい、ウェイ、はいはいはい、カマ、あ、はい、ウェイ、オッケー、はい、ウェイ。いいね、この調子でいこう。これ一回セーブさせて、セーブして、よし、これで最後もう2戦目そのまま行こう。これにいるんじゃない、こっちか。あー、いた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 、おはよう、かかって今回、ウェイ、いいね、はい、いって、はい、もう一回ウェイ、はい、かかも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 、おお、いって、もうちょっと俺死んじゃうけども、おし、ウェイ、ふふよっしゃ。なんかサクサク進んでんな。まず一回戻って回復、うん、して、あと一回か、あ、一回じゃねえや、地下か。はい、あと1、あれどっから来た、あ、こっちか。で、ここが、あ、なんだ、うわ、階段崩れてるし、飛び越えるだろう。お、さすが、さすがだな、おそ松兄さん。あれ、こんな崩れてたっけ。どこだ、ん、地下に一体いるんだよね。あれ、いる、こっちか、こっか。あ、なんだ、お、傷薬落ちてる、ラッキー。ここ空洞になってる。あ、え、おうおう、お前が一体ってこと、おそ松、お、まあ、おそ松、お前めっちゃ血だらけだったじゃん、今めっちゃ血だらけだったじゃん、お前。すまん、俺がヘマをしてしまってな。解毒薬が必要なんだが、一松が取りに行ってくれたんだ。だが、はぐれてしまって。どうした？あ、まさかお前もデビルドッグから血に染められし一撃を食らったとでも言うのか。これはやばいね。うん、やばい。なんていうかさ。あ、きょ、な、なによ。お、あ、カラオニ？青鬼じゃないんだからさ。おそ松、何をするんだ？俺だ、カラマツだ。そうだな。お前は完璧だよ、完璧なカラマツ。でも兄ちゃん、大事な弟を見分ける力は衰えていねえから。かっこいいね。待って、結構強いんじゃないこいつ。あ、そうでもねえな、同じだな。弱っ。普通のさっきの未来よりも弱えぞお前。なぜ完璧に打ち取ったはず。そうね、相手が俺だったのが敗因だろうね。他の兄弟相手なら花丸ピッピものだよ。よし、おいおい、あんなクオリティだなんて聞いてねえぞ。あいつら大丈夫かよ、それか情報源でもあんのか。ああ、これ送ったっけ。おい、まだ元気か、いいか、危険なことがあれば絶対近寄るな、逃げろ。ああ、これか、うん、オッケーオッケー。だからあんま教えてやんなよ。で、これも届いてるのか、怪しいもんだ。さて、じゃあこの空洞の先にも行ってみるか。あっ、早い、クリアだ。お、あ、は、5章始まり。じゃあ終わるか今回。めっちゃなんか面白くなってきたな。おそ松兄さんがとりあえず最強キャラってことで終わります。じゃあ次回
第5章やってきます。さよなら。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、タップよろしくね。